こんにちは、きのっこです。今回は無印良品の購入品をご紹介します。実は懐事情が寂しくてあまり高価なものは買えませんでしたが、プチプラで品質が良く暮らしに役立ちそうな商品や、疲れた心を癒してくれて外食よりも安価で美味しい無印スイーツやレトルト食品などを購入してきましたので、最後までご視聴いただけると嬉しいです。まず購入したのは新発売の卓上用ティッシュペーパー、税込み190円でした。このティッシュの主な原材料は竹で、無漂白なので淡いベージュ色をしています。この商品、パッケージに価格の記載がなく、店頭のプライスカードも探しづらかったので少し困ったのですが、最終的には無印のアプリで価格を確認することができました。無地のアプリは結構便利なのでおすすめです。卓上ティッシュなのでとってもコンパクト。2枚重ねで150枚入りなので厚みはそこそこあります。普通サイズのティッシュと比べてみると、横幅は4分の3くらいの長さ、縦幅はほぼ同じです。個包装のパッケージはそのまま使えるようになっているので便利。ティッシュの大きさは横 18.5 センチ、縦 12.3 センチ。普通のティッシュと比べるとやはり4分の3くらいの大きさ。触り心地はお世辞にも柔らかいとは言えずゴワゴワで、ペーパーナプキンのような質感です。でも2枚重ねは安心感あり、肌で擦れてしまいそうなので鼻を噛むには適していませんが、仕事机や食卓に置いて机の上のちょっとした汚れを拭き取るのに役立ちそうです。吸水性はとても良く、水をあっという間に吸い取ってくれるし、ふわふわティッシュと比べて強度が強めなので、机の汚れを強めの力で拭いてもティッシュが崩れてくることはありません。しばらく使ってみましたが、汚れを拭いたり、ゴミを包む程度なら小ささは全然気にならず、むしろその小ささがエコだなぁと思えて気に入って使っています。次は、綿パイルフェイスタオル薄手を購入しました。色はこちらのベージュとチャコールの2色展開で、ナチュラルカラーのベージュを1枚購入しました。オーガニックコットンが 83% 織り込まれたタオルなのに、価格が290円に抑えられているのはすごいなぁと思います。シールを剥がすとシール跡が残ってしまいますが、一回お洗濯してみたら元通りになりました。そして地味に嬉しかったのが、商品情報タグがプリントになっていたこと。無印のタオルは何枚か購入したことがあるのですが、タグが長くて長くて、結局ハサミで切るという作業がいつも発生していたのですが、その作業の手間がなくなったのはありがたいです。触り心地はサラサラふわふわ。薄手といっても町内会や新聞屋からもらうタオルより2倍ぐらい厚みがあります。ところどころほつれはありますが、こういった点は全然気にならない性格です。こちらの白いタオルは以前無印で購入したインド綿フェイスタオル3枚組、税込み799円、1枚あたり267円のプチプラタオルですが、比べてみると、インド綿のタオルの方がふわっとした厚みがあります。タオルは厚さによって使用用途を使い分けていて、厚いタオルは手拭きタオル、薄いタオルはお風呂で髪を巻くタオルにしています。インド綿タオルは実はお風呂タオルとして購入したのですが、あまりの厚さに手拭きタオルに変更。そしてお風呂用に今回薄手タオルを購入したという点末。適度な厚みで水分をさっと吸い取ってくれるので、本来の目的通りお風呂で活躍してくれています。次はステンレス計量カップを購入しました。価格は税込み490円。絵付きの計量カップが欲しくて色々探していたのですが、無印の計量カップに落ち着きました。素材はステンレスですが、ピカピカではなくマットな仕上がり。絵付きだし、軽くて持ちやすいです。
200ml まで計量できるコンパクトサイズで中国製になります。メモリは光の加減によってはちょっと見づらいかも。 20ml 刻みなので細かく計量することはできません。絵は程よい長さで違和感はなし。絵とカップとのつなぎ目はちょっと洗いづらそうかも。そしてこちらは今まで使っていた計量カップですが、絵もないし、メモリもざっくりですが、10年ぐらい使っていました。これからはこの無印の計量カップに活躍してもらおうと思います。そして実際に使ってみた感想ですが、多少のぐらつきはありますが、倒れることはなく、調味料の計量にちょうど良いサイズ感、大さじでかき混ぜても余裕のある大きさで作業がしやすいです。中身を注ぐ時も柄のおかげで熱源から手が離れるので安全。最後にズボラにペッペと振ることもできてとても便利でした。使ってみて良さを確認できた商品で、私のお気に入り調理器具になりそうです。次はポリプロピレンシャワーブラシを購入しました。税込み790円。今回の購入品の中で一番高額商品になります。本当はのびのびボディネット350円を購入する予定だったのですが、私が訪れた店舗では売り切れ中。このボディネット、石鹸の泡立ちがとっても良く、背中も洗いやすくてお気に入りだったのですが、使っているうちにどんどん巨大化し、ネットをまとめる紐もほつれ、買い替え時期となってしまいました。そして店舗に唯一在庫があったのがこのシャワーブラシ。毛は柔らかめのナイロン製でぎっしり敷き詰められています。プライスタグには990円とありますが、価格の見直しが行われ、現在は790円で販売中です。絵はザラッとしたマットな質感のポリプロピレンで、溝があるので握りやすく、力が入れやすい構造になっています。フック穴もあるので吊るす収納も OK。 実際使ってみましたが、絵がかなり長めに作ってあるので、運動不足で体が硬すぎな私でも背中全体を洗うことができたので一安心です。とりあえずしばらく使ってみて、使い続けるか、のびのびボディネットに戻すか、しばらく考えてみようと思いました。次はバスソープを購入しました。2個入りで税込み190円、1個あたり95円と驚きの低価格商品です。無香料無着色で、なんとなく透明感を感じる白い石鹸。表面にあるくぼみは小さくなった石鹸を入れて最後まで使えるようにするための工夫とのことで、小さくなった石鹸もストレスなく最後まで使うことができます。石鹸1個の大きさは牛乳石鹸青箱のバスサイズと同じ 130g。 無印の公式サイトでも低価格高クオリティと高い評価を得ているこの石鹸。開封して持ってみるとずっしりとした重さを感じます。ちょうど前の石鹸が小さくなっていたので、くぼみに入れてみました。そして泡立てネットで泡立てます。泡立ちはとても良くて、もちっとしたきめの細かい泡になりました。弾力もあり、泡持ちがとても良いです。無香料なので香りに敏感な方でも安心して使えそう。泡切れも良く、さっぱりと素肌を洗い上げることができました。保湿成分は入っていないので突っ張り感はあり、気になる場合は化粧水やハンドクリームなどで保湿してあげれば完璧です。くぼみに入れた小さな石鹸が落ちてこないか心配でしたが、くぼみ側を手のひらに包んで石鹸を持てば、小さな石鹸が落下することはありませんでした。今まで使っていた石鹸は香りが鼻を刺激して、使うたびにくしゃみが出てしまっていたので、
これからはこの無印の石鹸を使っていきたいなと思いました。多少価格が上がっても定番商品としてあり続けてほしい石鹸です。次は不揃い甘夏バウムを購入しました。初夏の新商品で1本150円。不揃いバウムシリーズは無印の人気商品と知りつつも購入するのは今回が初めて。どれを購入しようか迷いましたが、季節限定の甘夏を選んでみました。いろんなバームクーヘンがずらっと並べられていて、何本も買ってしまいそうな衝動を抑えつつ1本だけ購入。351kcalとカロリー高めですが、たまのご褒美スイーツなのでそんなことは気にしない。3時のおやつに食べてみようと思います。そして続きましては、糖質 10g 以下のお菓子プレーンドーナツ1個税込み120円、夫の購入品です。小麦粉控えめで代わりに大豆粉を使って作られたドーナツ。糖質は抑えられていますが、価格は抑えきれなかった感があります。夫が食べている時に一口もらいましたが、大豆の風味をかなり感じるドーナツでしたが、甘さはあるのでスイーツ欲はそこそこ満たされました。豆乳や節分の入り大豆が大好きな方はハマるスイーツだと思います。そして次は穀物のお茶、国産大豆の黒豆茶を購入しました。10袋入りで税込み250円、カップ1杯あたり25円のお茶になります。ノンカフェインなので、何らかの理由によりカフェインを控えたい方でも安心して飲めます。賞味期限は約1年と長め。煮出さなくてもいいので、飲みたい時にすぐ飲めます。紐付きティーバッグなので出がらしの片付けも楽。国産黒大豆 100% で余分なものは一切入っていません。いつもとちょっと違うお茶が飲みたい時に楽しめそうです。ではそうこうしているうちに3時のおやつの時間になったので、お茶を入れつつバームクーヘンを食べてみようと思います。黒豆茶はお湯を入れてすぐお湯が淡い黄色に色づきました。このまま2分待ちます。抽出し終えるとお茶の色は淡い茶色に。コーヒーとはまた違う深い豆の香り。飲んでみると濃い麦茶のようなコク深い味がしました。ほっと一息です。そしてお楽しみの甘夏バウム。タンポポのような優しい黄色のバウムで、甘夏の甘酸っぱさとほろ苦さを思い出します。丁寧に何層にも重ねられた生地、しっとりずっしりもちもちなバームクーヘンで、甘夏の風味もしっかりで美味しかったです。黒豆茶とも相性が良くて、午後の休憩タイムの質が上がるお茶とおやつでした。そして食品はもう一つ、ご飯にかける宮崎風冷や汁を購入。税込みで1袋250円。1袋1人前なので、私と夫とで2袋購入しました。2袋で1食分500円。夏になると必ず1回は購入している冷や汁の素です。だし汁とアジのほぐし身がパッケージされているレトルトパウチ食品で、きゅうりや豆腐、大葉、みょうがなどのトッピングは自分で準備します。味の見直しが行われたとのことですが、食べたのは1年前なので詳しい味の記憶はもうありません。賞味期限は約1年弱なので焦らなくても大丈夫。冷凍してあったご飯を温めて水で洗って器に盛り、あらかじめ冷蔵庫で冷やしておいた冷や汁の素をご飯にかけます。トッピングはスプーンで崩した絹豆腐とスライスした塩もみきゅうり、そして冷凍保存してあった大葉の千切り、彩りでミディトマトをのせました。一切火を使うことなくパパッと冷や汁の完成。お魚の出汁とごまが香ばしくて癖もなく、食欲のない夏でもさっぱりサラサラ食べられて、調理の手間もなく簡単で美味しい汁飯です。
そして購入品も残すところあと2品。新発売のラインマーカーを購入しました。税込み50円のプチプラ文具です。うぐいす色という新色で、ペン先はラインがしっかり引きやすい固め素材。ニュアンスカラーで蛍光色とはまた違う趣があるカラーです。なぞった文字も綺麗に見えます。私が下手ということもありますが、塗りつぶしにはあまり向いてないかも。裏写りはほぼありません。サビアサギ色という青系も欲しかったのですが、人気のようで残念ながら売り切れでした。出会えたら絶対購入したいなって意気込んでいます。そして最後はプラスチック消しゴムを購入。こちらも税込み50円のプチプラ価格。消しゴムは今やあまり使うことはなくなりましたが、汚れ落としに使ったり、シール残りを剥がしたりとお掃除に使うことがあるので新しく購入。固めの消しゴムです。真っ黒の消しゴムもありましたが、真っ白でシンプルな見た目がお気に入りです。以上、無印良品購入品でした。プチプラ商品ばかり11品でしたが、いかがだったでしょうか。高評価もしくは低評価ボタンでお気持ちを教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。きのっこでした。